温泉はいかがですか。標高 1100m にある赤川荘は車で行くことのできる九州最高峰の温泉なんです。わあ、ちょっとすごいすごい。あれはこれ滝、これですか。滝がありますよ。滝がありますけど、はい、これは温泉ですね。飲み用の、うん、温泉、温泉ですね。わあ、すごい。いただきます。うん、ですか。赤川荘の温泉は乳白色、硫黄霊光泉という珍しい泉質で九十高原の名湯として知られています。わあ、最高ですね。絶景。またこの滝の音がいいですね。九十高原よりも半月ぐらい早く紅葉するらしいんですよ。だから10月下旬にはこの辺りも真っ赤になるんじゃないですか。あ、また楽しみですね。本当ね、初めて入ったんですけど、ちょっと乳白色のお湯でぬるめなので、ちょっとゆっくり長く入られますね。しかも美肌効果があるっておっしゃってましたから、ちょっと楽しみです。かなり温泉を出ると赤川荘のご主人がなんとテレビ初公開の場所に案内してくれました。まあ、でもお父さん待ってたんじゃないですか。そうです、ね、すごい走ってきました。ほら、結構大きいですね。この子が全体のボス、とかボス、お父さん、お父さん、パパ、パパ、ママは、ママはその辺にいる大きいです。で、今年生まれた子がちょっと大きくなってるからあんまり区別がつかないでしょうけど。ざっくりですね。そうです。もちろん餌をあげながら羊たちと触れ合うこともできるんです。あ、ふんが入ってる。前になっちゃう。歯が大きいんですよ。結構ベロンベロン食べましたね。すごいべったりしてます。おお、あんな風に直接あげられるのってないよね。だいたいこうスティック状になってる野菜とかあげるから、ね、触ることはなかなかできない。でもやっぱ近くで見て結構モコモコしてて大きいけど可愛いじゃないですか。子供が誰か分からなかったですね。区別がつかないって言ってましたけどね。すごい可愛かった。でもやっぱ見分けがつくんでしょうね。本当、ねね、ってまさか人間が言ってるとは。いや、でもそれにしても温泉は気持ちよさそうでしたね。あそこちょっとぬるめで本当に長く入っていられるんですね。紅葉の季節とかいいでしょうね。ゆっくり見ながら。